大分が守備を放棄して京都にゴールを決められる出来事が起こりました。原因は直前の大分のゴールシーン。大分高松大輝が相手との競り合いでピッチに倒れ込みます。それを見た京都、松井大輔がボールをピッチの外に出しゲームを中断させる配慮を見せました。慣例ではゲームを止めてもらったチームはフェアプレー精神に基づき相手チームにボールを返します。しかし大分ミッドフィルダーロドリゴが突然ドリブルを開始、ゴールキーパーをかわしそのままゴールを決めてしまったのです。これには京都の選手が抗議。その後大分小林慎二監督の指示で京都にゴールをお返しします。しかし騒動はこれだけでは収まりません。この試合はゴール数を予想するサッカーくじトトゴールの初日だったのです。両チームの得点が増えたことにより当選確率が大きく下がってしまい、なんとも後味の悪い結果となりました。